はい、こんばんは。こんばんは。大倉くんと高橋くん。はい、お願いします。生放送が始まりました。はい。すごい、変な感じですね。そうですね。年内最後の放送ということでね。今から年内最後の放送が始まったんです。始まったんですけれども、僕大倉くんと高橋くん的には今日は、夜の9時過ぎぐらいからです、ね、9時ぐらいからずっと喋ってますね。2020年のつもりで、1月4日の夜のつもりで、はい、話しましたからね、もう今ね。なんかね、夜中の女子のカフェぐらい喋ってるよね。話しました。テンションも夜中のカフェの女子って感じで、あんまりギアチェンしないで行こうっていうのが僕らの今夜のテーマですから。そうですね。ちょっと日本やった後に、これ家帰って、眠れないんじゃないか問題が出てきます。興奮しちゃうから。はい。だからちょっと、だんだん、ずっと同じ。同じテンションでやってるし、なんだったら来週の放送を聞いていただける方にはですね、はいはいはい、ちょっと話題とかが重複してもね、それはちょっと、ご愛嬌っていうか。ええー、まあまあ、いつ寝ていただいても構わないっていうテーマでお送りしたんで。そうそうそう。はい。そういうスペシャル企画だったスペシャル企画だったんでね。なので、まあそういう感じだったんですけれども、まあ生放送もね、変わらず。変わらずに行きましょう。今日もいつ寝ていただいても、この忙しい時期なんでね。師走ですもん。そうなんですよ。だから皆さん多分31日あたりにお手詰め込んでんじゃないですか、カウントダウンとかね。そうかもしれないですね。みんなでなんか集まってね、カウントダウンしようよみたいなことになってるかもしれないから。楽しいですね。今日ぐらい休んどかないとさ。そうだ。だからもう、今日は寝てもいいんだよ。寝てもいい。僕らの声を聞いて。俺らも、ね、俺らも寝ちゃったら。寝ちゃダメなの。沈黙が。そうそうそう。事故になっちゃう。続いちゃうと事故になっちゃう。そう、事故になっちゃうからね。ギリギリのところで喋りましょう。ならないギリギリの、そうそうそう。行くかないぐらいの感じのところの。そう、寝ぼけぐらいまでは許してほしいね。オッケーオッケー。寝ぼけても喋るから。その感じでね。1時間半どうにか、あんまり上がらずに行けたらなと。そうですね。低燃費で。低燃費で。で、僕たち、まあ、年末。で、あと、まあ、3日で終わりですけれども。次の、11日、10日、ゆうくんは10日か。10日。11日。仕事始まりまでね。そうです。ちょっと、体力温存しなきゃいけない。ゆうくんは、来年10周年に入る。そうですね。メジャーデビュー10周年が。で、ここでパワー貯めとかなきゃいけないから。貯めたい。だから今日が、これ私、これ仕事納めなんですよね。これは今日僕仕事納めです。来週もちょっと似たような話するかもしれないですけど、そうです。まあ、来週はもうちょっと突っ込んだ話もですね。来週もちょっと突っ込んだ話。今日ここまでです。今日ここまでです。にしといて。そうそうそう。今日の10周年の2年向けてのパワーを貯めなきゃいけないから。そう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 。食べたいから。大倉さんも今忙しいから。ねえねえ。ね、昨日ミュージックステーションやられて。そうですね。ね。はい。明日はね、リハーサルだったりなんだったり。そうなんですよ。だから。入ってるから。たくさんのセンスよ、機能とかも。ね。はい。僕と、安田君と丸山君、ゴスペラーズの皆さんと、カンジャムを、ミュージックステーションの中で30分やらさせていただきまして、生カンジャム。で、その中で、ゴスペラ、パフュームの、特集をやらさせていただいたんですけれども、で、同じ事務所、先輩ですか？先輩です。先輩の企画だったんですけど、はい、で、僕と、安田丸山が、ゴスペラーズの皆さんと、はい、で、アカペラをやらさせていただいたんですけど、村上くんと横山くんはパフュームになりまして。おー。5人でパフュームっていう。ちゃんと女装してやったんですよ。そう。ヒール履いて。うわーすごい。すごかったんですよ。すごい。大変でしょ。でもそれまだ練習とかね。大変だったと思いますよ。ステラスだって絶対大変ですよね。なんか僕たちは一回、僕と丸山くん一回、カンジャムの方で一度やらさせていただいた曲だったんで。はい。まあ、準備はしましたけど、前回よりも、ずっと、あーってずっと言ってる。いやいやいや、大変ですよ。その音程キープするのとかも。貴重な経験だったんですけど、ええ、横山さんも、村上さんも、はい、すごい、ざわついてました、幕張が。その、幕張のお客さんが。見た感じとかですか？そうですね。ええ、多分、誰もこんな感じで出てくると思ってなかった。っていう、なんか盛りだくさんの年末を過ごさせていただいてるんですけど。まさに師走。師走。で、ゆうくんもね、ツアーをしたと。ツアーも、昨日まで名古屋で歌ってました。ね、昨日、どうだったんですか？その、始まった時は、ええ、ちょっと、なんやろ、ちょっとね、回転数が上がりすぎて。力が。
入りすぎちゃったかなって。ちょっと喉に負担がかかってかかりましたけど。なんか今日、すごいクリアな声で。はい、しかも今回はね、ほぼほぼ、山口県で一日やって、一日だけ移動日空いて、名古屋 2days だったんで、はいはいはい、まだセットリストになれない中の、ほぼほぼ 3days という体感だったんです、僕は。ああ、なるほどね。でも全然声も枯れることもなく。ああ、ちゃんともうこの、とても楽しいです。調節できたんですね。はい、名古屋は本当に、まあ山口県もそうだったんですけど、盛り上がってくださってですね、はいはいはい、歌い納めだったんですよ、昨日が僕にとって。あ、なるほど、なるほど。はい。もうなんか、もう、感情がすごくもう。泣いちゃいました？泣きはしなかったですけど。あ、そこまで言いますね。でも本当にそれぐらいの感情。泣くか泣かないかぐらいの。一番上のところですね、じゃあ、今日と違う。瀬戸際です。今日の反対ですね。はい、今日の反対です、ね。寝るか寝ないかの放送で。いやいやいや、いつもね、振り幅が効いてますから。振り幅がね。ゼロか100かでお届けしてますから。昨日100なんだったらやっぱりね、今日は。今日はもう今日5ぐらいでね。今日5。こういう経験も必要ですよ、やっぱり。でも、これは僕らにとっての今日のベストですから、あくまでも別に何て言うんですか、その何か手を抜いてるとかね。全くそういう風に思ってほしくないわけですよね。手抜きなんか一回もしてないですから。僕らのベストパフォーマンスをいつだってやっぱりやりたいと思ってますから。生放送で手抜きなんてできるわけですからね。いや、できるわけない。そんな、バチ当たりなことは、ね。収録よりもやっぱり間が開かないね、これ。会話のね、ちょっとはやっぱなんか入っ、ギア今入っちゃったな。なんかね、テンポやっぱ上がっちゃうんだよな、今、5のはずだったのに20ぐらいいっちゃった。ね、20ぐらい行きましたね。もうちょっとちょっと落ち着いてね、これ。なんか、深呼吸していこう。落ち着いた BGM でもかかればね、そっちに寄っていけるんですけど。そうだね。なんかちょっとね。ね、でもこれクリスマスも終わっちゃったしね。あのさ、スタッフもさ、増えたじゃん、生放送になると。お生放送に向けて来た僕のスタッフが2人か3人ぐらいいるんですよ。わ、収録を甘く見られてるな。そうそうそう。だって収録の時さっき外3人しかいなかったの。いなかった。さんねえ。アミューズはそういう仕事の仕方をするんですか？まあ、アミューズっていうか、働き方改革。アミューズ1人は。いや、あかんやろ、1つ削ってたら。どんな改革やん、それ。お忙しかったですね、きっと。忙しかったみたいです、うん。それぞれの現場がありながらね、うん、生放送に駆けつけてくれてるわけですね。なるほどね。僕らは僕らで、だから、最高のパフォーマンスでね。いや、本当ですよね。やりたいと思ってますけど、来週のやつ喋った後だからね。そうなんですよ。どういう感じでこの生放送やってたっけっていうのもちょっと思い出しながらやってから。まあ、なんかちょっと喉は温まってますけどね。もう随分柔らかいですよね。柔らかくなってますけどね。筋肉もほぐれてますから。はい。何でも濃いって感じです。何でも濃いですけど、まあ、来週分で散々もう近況も喋り倒したんで。かぶっちゃうんですよね、話題がね。喋ることあんまないですけど、でも、今回はね、もう先に言っちゃうと、ゆうくんが誕生日だったんで、ね。ああ、そうですか。そうですよね。ああ、はい、はい。おめでとうございます。ありがとうございます。なんか、昨日とか、昨日、おととい、はい。お祝いとかはあったんですか？スタッフにサプライズしていただきまして。え、そうなんですか？現場で。現場で。名古屋2日間やるんですけど、1日目の方が僕の誕生日に行ったんで、なんか、こう、関係者の人が挨拶に来ているので、うんうんうん、ちょっとこっちまで来てくださいって案内されて、はい、ガチャッと開けたら、うん、スタッフみんながもうその部屋の中で待ってて、パンみたいなクラッカーやるみたいな。銃で。うん、いやいや、ここにいないじゃないですか。なんでそんなスタッフに俺が銃でいるんですか。サプライズですね。サプライズでなんで誕生日に俺が殺されなきゃいけないんですか。なんで体に風穴開けられなきゃいけないんですか、急に。36歳になった途端に。で、祝っていただいて、自然で。で、プレゼントとかいただきました、はい、ケーキもいただいて。ああ、いいっすね。なんか、ライブにも、こう、なんか、おめでとうとかって、こう、フラッグみたいなのも出してくれて。うん。いや、すごく幸せな感じでした。お客さんには祝っていただいて。なんか、そういうことって、5月にライブすることがなかなかないんで。ああ。僕ね。はいはいはい。関ジャニと大体夏か冬になっちゃってたんで。ええー。これがね、なかなかやっぱり、ラジオがあるからしてくれますけど、はい、ぴったり5月16日に、なんか現場っていうのがなかなかなくてですね。ああ、じゃあ現場で当日にお祝いってことはないんですか？昔はありました。ツアー回ってる時に、ケーキっていうのあったんですけど、なかなかなくなっちゃいましたね。でもなんかもう年齢的に、まあ嬉しいですよ。祝ってもらうこと自体はすごく嬉しくてありがたいんですけれども、はいはい、なんか、10代とかの時に比べて、年齢を重ねることに対して、やったーっていうのも、そんな、なく
なくなりません？あります？あの、年取りたくないからね。そうそうそう、そう。端的に言うともうそれ、そればっかり。はい。本当に。もう36ってなって、なんか久しぶりに会ったスタッフとかにも、なんか、あ、ゆうさんなんかもう36なんすね、とか昨日言われて、そう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 、え、それ何お前どういうつもりで言ってるみたいな。それってもう全然褒めてる感じじゃないよね、今の言い方で。なんかもうがっかりしてる感じみたいな。なんか、こっち側もそんな感じですよね。だから、あの、ありがたいし、うん、気持ちは嬉しいけど。嬉しいんだよってなるんですけど、それ。36か。でも嬉しいけどっていう、なんか切なさがちょっとね、混じってくるんですよね。そうそうそう。だから意外とね、一人で過ごしたりしてる方がしっくりはくるんですよ。まあね。その、現場で祝ってもらった以外で言うと、その僕26日誕生日だから、25日から26日になる瞬間は部屋、部屋で一人で過ごしてるわけですよ。ああ。そう。で、26日が終わって27日になる時は僕は魚民で過ごしてたんですよ。あれなんでなんすか？いや、ちょっと、あの、名古屋に、そのライブを見に来てくれる友達がいて、その友達が何人、まあ、その僕を祝ってくれたりとかしてたんだけど、でもなんかこう、やっぱ一応その名古屋市内で僕ライブもしたし、あの、まあ、希望的にもね、何千人の方が見てくれてる。だからね、その大衆居酒屋とかだと、もしかしたらその、なんか見つかっちゃったりすることもあるかもしれないってことで、個室のある店って探して、で、僕、名古屋であんまり個室のある店わかんなくて、いろいろ調べ、めっちゃ調べて、ウオタミが出てきたから、僕ウオタミ好きなんですよ、すごい。ウオタミいいよね。ウオタミすごい好きなんですよ。うん、秋田県横手市にもありますから。はいはいはい、そう、で調べて、じゃウオタミあるよ、つって。はい、であ、なんか着いた僕一番最初で、はい、でしばらくウオタミにいました。で、そこで多分そこで。まあでも会は開いてくれたんですか？いや、もちろん開いていただいて。おぉ。ウオタミの手羽先を食べました。おぉ。自分の単純な、なんかあるやな。複雑やな。そうそうそう。名古屋で。フライボとかでもなく、ね。ウオタミの。ウオタミの、うん。あの、なんつうの、現地メニューみたいなのあって。あ、なるほど。味噌煮込みとかもあったんだけど。そう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 。なかなかシュールな。で、シュールな。うん、25日なんてのはね、あの、クリスマスですよね。クリスマス名古屋到着した日なんてのはもう本当にね、カップルばっかりなんですよ、もう街が。まあ、そうでしょうね。これでもかってぐらいカップルばっかりで、手繋いで歩いて、はいはいはい、で、僕ジョギングしたんですよ。うわ待って、よう行きますね、そんなとこに。その、僕、名古屋城までジョギングするのすごい好きで、ホテルから、うん、で、名古屋城行ったら、ちょっと時間的に名古屋城もね、閉館してて、帰れませんってなってて、はいはいはい、逃げ切らない思いで、うん、名古屋城から熱田神宮っていう、はいはい、有名な、ね、あの神社が、うん、その神宮まで走ろうって、片道8キロあるんですけど、はいはいはい、いや走っちゃろうと思って、うん、でバーって走ったら、その途中になんかあの一番賑わってる通りがあるんですよ、名古屋。はいはいはい、もうイルミネーションとかと思ってて、はい、もうね、歩道ってそんな広くないじゃないですか。広くないね。歩道広くないのに、うん、あの手と手をね、なんかこう離してつなぐやり方みたいな、こうなんていうんですか、こうピタッとくっついて二人で歩けばいいじゃないですか。カップル。うん、迷惑なやつやんそれ。迷惑ですよ。チョップしてあの。切りたいやつね。俺ジョギングしながらマジでやってやろうか、くぐってやろうかと思って、手と手の間。ゴールってやれば。鳥、二人を鳥居に見立ててくぐってやろうかな、ぐらいの感じで。で、その日何度かわかんない。僕20キロ走っちゃったんですよ。いろんな、なんか、もんもんとしたら、もんもんとしちゃったんでしょうね。すごい距離やな。ハーフマラソンじゃないですか。ハーフマラソン。名古屋についていきなり。なるほどね。あ、オープニング行けないで終わっちゃった。もう、ちょっと走りすぎて、足がシャチホコみたいになっちゃったって話。そうそうそう。金のシャチホコみたいな。なるほどね。そうそうそう。反り返っちゃった。反り返っちゃった。戻らなくなっちゃいました。もう、落ち着いていきましょうよ。落ち着いて、落ち着いていこう。Ladies and gentlemen, All Night Nippon サタデースペシャル、大倉くんと高橋くん。それでは今週もそろそろ行ってみましょう。All Night Nippon サタデースペシャル、大倉くんと高橋くん。こんばんは。こんばんは。今年5月の誕生日には番組で巨大なミニ四駆のコースを作ってもらった関ジャニ∞倉田大志です。あ、やりましたね。まだ記憶に新しい感じです。なんかすごい決着の付け方したイメージがあるなあの実況してもらったしね。そうですよね。ね、
そして、おととい12月26日、36歳の誕生日を迎えた高橋優です。ということで、今週はですね、優くんの誕生日スペシャルでございます、ね。あら、ありがとうございます。いや、もうこんなに近く、僕、そう、ちょっとずれてるぐらいだったもんね、僕もね。うん。でも、ありがたいよね、こうやって大きく祝ってくれるとさ。そうですね。なんか、こう、ファンの方も聞いてくれてるじゃない、うん、リスナーの方も聞いてくれたらさ、うん、一人じゃないんだなって思えるよね。本当そうだよ、うんうん、思いがちだから一人かなって一人してるとねそう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 、世の中に俺しかいないか人っていう、ね、本当思うよとなるから、ね、ホテルの部屋とかいたら分かる、静かだもん。そう、うん、何にも聞こえないからね、やっぱり聞こえる、聞こえる、遮断されてるから。そう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 、なんか遠くのなんかクラクションとかさ、はいはいはい、人のざわつく音とか聞こえるけども、自分と全く無関係なわけじゃないですか。無関係ですよ、あの音とは、うん、喜んでる音とかも。そうそうそう、一人だなと思うよね。うん、だから家にいてもやっぱり外の音も聞こえないからさ、うん、聞こえない聞こえない、全く聞こえないね、うん、一人一人、うん、だからもう走り回っちゃいそうになるもんね、俺だけかって叫んでね、うん、なるよ、20キロ走っちゃった俺さて、はい、あ、大倉さん結局クリスマスはどうやってお過ごしになられたんですか。僕クリスマスね、あの大阪に逃げてました。逃げた、はい、あ、割かしじゃあ近くにいたんですね。クリスマス僕名古屋だったんで。あ、そうですね、もう一つ先に行きました、ね、もう一つ先に、うん、東京からで言うと、ね、はい、あ、じゃあお一人ではなくお友達とかどなたかと。おっさんですね。おっさん、はい、友達ってことですか。鑑定のちょっと偉いおっさんと。ああ、そうですか。2日間ともそうでした。20イブもクリスマスも。ああ、じゃあまあでも楽しげに、楽しマネージャーと、マネージャーと、はい、あ、まあ お仕事仲間の方々という感じでいいんですかね。そうですね。ああ、っていうことですね。もう1人じゃなかったんですね。おっちゃん3人で、いいじゃないですか、はい、おっさん3人というで後輩のライブをあのに行ってたんで、あ、だからあの若い子たちに囲まれながら、うん、夜は、おっちゃんたち、いやいや、どっちもあっていいじゃないですか。そうですね、若さと渋さと。そうそうそう、真ん中なんですけどね、ちょうど僕は。そういう年齢ですよね、30代中盤ぐらいのね、上もいっぱいいるし、下もいっぱいいるし、ね、逃げてたのよ、ずっと。表参道とかも行かんかったし、あ、イルミネーションね、カップルが行きそうなとこも全部避けたから。ああ、僕とは逆だったね。そう、僕行っちゃったからな。でバイク修理中やから、いつもバイクであの邪魔してるんだけど何エンジン音とかね。そうそうそう今ちょっと修理出してるとさ、あ、どうだ、邪魔できなかったから乗れないんでね。何言うんだもんさ、来年お楽しみに来年には治ってるかな。来年には治ってます、うん、飛び切りのエンジン音。いや、そうですよ、ブンブン言ってるんですよ。大倉くんと高橋くん、いや、ね、まあ、カップルは幸せになってねオールナイトニッポンサタデースペシャル、大倉くんと高橋くん。さて、毎週土曜日の夜、男二人が集まって友達んちで食べってるみたいに生放送でお送りしているこの番組。っていうか、こんな音かけたら引っ張られちゃうじゃないですか。完全に DJ 正しさ。違う違う違う違います。違います。今週も出ないです。今週出ないです。出ないです。完全に引っ張られて DJ さん登場した感じになってました。これぐらいの感じで喋っていいってことですね。うん。で、ゆうさん引き継いでください。落ち着いた感じで、ね。はい。じゃあ僕も下げて。大人になりましたから僕たちも。急にね。はい。メールでは番組を聞いてて僕たち二人の話に加わりたい、あるいは僕たちに聞いてほしい話があるという人を大募集します。悲しい話聞きそうやね。なんかトーン下がると悲しい感じになるね、全体的に。職場やバイト先、部活や塾でやっちまった失敗だ。うん、もう笑えるかな。一人では抱えきれなくなった秘密や悩み。おせち料理をめぐって仲の良かった家庭が崩壊。ない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 。まあないこと書いてるから、いつもこの3行目は。そうそう、はい、明るく乗り切ってたけどね、ね、ここ、こうやって言うとすごい重いね。すごいね。音楽ですごい左右されるね。など、僕たちと、どんな話をしたいか送ってきてください。はい、同じ内容のメールは一人一通で OK です、うん。メールには今連絡がつく電話番号も書いて送ってきてください。番組のメールアドレスは ?ot.allnightnippon.com。ot.allnightnippon.com。なんで、なんで盛り上がんねん、DJ が。なんか、どういうことやで、名言放ったみたいなのあったけど。ドットコム。
ドットコムがエロく聞こえるドットコム、すごいエロいドットコムだったな。電話候補のリストに入った人には番組グッズのキリンを2枚セットでプレゼント。キリン、リバーブ、リバーブお願いしますね。これできいきなりはできないからね。そうかそうか。君からのメール待ってます。はい。もうなんだなんだ。いきなり落ち着く音楽が。落ち着く音楽。まあ寝ていただいていい放送だから今日は。まあまあまあ。ね、今週大体そういう。そうそうそう。トロッとした気持ちで聞いてほしい、はい。スペシャルな企画をお送りします、ね。オールナイトニッポンサタデースペシャル。大倉くんと高橋くん。関ジャニ∞大倉忠義と高橋優がこの後1時まで生放送、オールナイトニッポンサタデースペシャル、大倉くんと高橋くん。さああれ、まあ BGM 流さないですからあれ流した方がなんかあれ流しちゃうの、あれ流しちゃったらもう変な方にな、変な方にはなっちゃうけど、それ他の BGM あるんですか。なんかそのなんか今日はだからやっぱ音に引っ張られるっていうのはあるよ、人間あるあるある。そうそうそう、やっぱ楽しい音鳴ってたらさ、そのテンポにやっぱ喋っちゃうし、そう、あのジングルはやっぱり楽しく喋るためのものじゃないですか。そうだね、うん、だから今日はこういう甘い感じで、そうね、話すのがいいんじゃない。ゆうくんは来年の抱負とかあるんですか。来年はね、うん、いい10年目にしたいな。いい10年目、うん、というとやっぱ仲間ありきの10年間だったなって思う、思うんだ、うんうんうん、だから、うん、あのみんなに感謝の気持ちを、ね、うん、しっかり形として、うん、あのなんか届けられる、うんうんうん、10年目にしたいなって思って、それがライブなのか、うんうんうん、なんかなんだろう、音源なのかっていうのはね、いろいろまあ、おいおい皆さんに言いたいんだけど、うん、しっかりちゃんと形にして、うんうんうん、10年目の感謝の気持ちを届けたいなと思ってます、うん、大倉さんの方はというと、だからそれを今全部具体的に言っちゃったらあれでしょなんかいろいろなんか楽しみがあるわけよ、これから、うんうんうん、細かくあまり言えないことなんですか。で、細かくっていうか、これ自分の構想みたいなことがあるから、あ、ま、それも完全にあのスタッフとも共有してない部分もいっぱいあるし。構想、構想、構想というと、だから来年の10年目の自分の計画それ今頭の中でもう収めてる状態なんですね。そうそうそう、ちょっとずつスタッフと共有しながらね、共有するのはこれから、まあ、全部は共有しないですね、それは優さんスタイル、優さんスタイル。大倉さんの抱負は。僕はやっぱ今年よりも来年、うん、来年よりも再来年。いや、来年の話聞きたい再来年の前にまだ来年始まってないからそうですか。そうそうそう、来年は、来年、来年は2020年オリンピックがあったりね、うん、日本も騒がしくなる年だと思いますけどもはい、はい、その年を乗り越えて、うん、再来年。いやだから来年の話は聞きたいです気が早いな20年の話してる。でも15周年が終わりましてね、16年目に入るっていうところもありますし、はい、うん、だからその、まあ、今年はアルバム、オリジナルアルバムっていう形で出せてないんですかね、うん、っていう ところもどうなるんだろうなっていう楽しみでもありますし、うん、でそれがあったとしたら、うん、だってそれ来年出したとしたらそれ絶対再来年もねアルバム出しますもんね、うん、こう続いて、うん、ずっと続いていくようにね、うん、で16年目より17年目、うん、17年目より18、19、20となって すごい先を見あれ20年目には、うん、俺は生きてるのかなBGM に引っ張られちゃうからね引っ張られちゃうからね急に怪しい感じになっちゃった、うん、事件起こった感じになっちゃって、そうですね、うん、ゆうさんはあの名古屋で、うん、事件があったそうで。え、おっとけど、事件？そんな話したことありましたっけ？ホテルで。え？ホテルで。ホテルでね。
事件も出て密室で密室でなんかあったっけなすごい平和だった一人で過ごしたの一人で一人ですあなた一人でいたんですか一人ですアリバイはアリバイ このリーチやめてくれフリートークの幅が狭なるわ何も話さなくなるなんかあれやねコーヒーでもティーでもしたい気分になってきた、うん、なんか夜っていうよりはなんかランチみたいなの、うん、ビジェンだねゆうかランチ行ったりするのランチ行ったりするよするの、うん、大倉さんはするランチどういうとこでランチするのカフェカフェ、うん、何注文するのカフェでケーキ食べるのケーキ食べるの何ケーキ好きなのホットケーキほんと甘いの苦手って言ってなかったっけたまに食べるのたまにホットケーキ食べるんだそう生クリームちょこっとのして生クリームのっけるんだちょこっとのして生クリームどけるの生クリームちょこっとのしてどけるの食べないの最初からどかれていいのそしたら何してんの苦手だから苦手だよね苦手なの苦手なのになんでちょっとのけたのよ最初にちょっと映えが欲しくて映え欲しかったの、うん、写真撮ったらのけるのああ映えが欲しかったの そっかそっかマスあれまあ、ハニーとかかけないねハニーとかかけるのかけるのうんかけるのあんまり苦手全部かけるのいやかけて映えて溶けるのねああそういう食べ方かでティーだけ飲むのティーだけ飲むのあ食べないのパンケーキ何しに行ってんのパンケーキ関係ないじゃん中身がない中身ないな BGM で振り回すのやめてよ本当確かにこれ BGM で振り回してるじゃん僕はなんか今ローラになった気分やったのな変なキャラにちょっと寄せていくというよりもキャラが変わっちゃったよ。BGM でギアチェン入っちゃってる。そうですか。うまやん。ローギアで行こうって言って。本当よ。でも今週はね、うん、スペシャルな。お、うん、あれ電気消えたけど。何事すか。事件。いやこれ違う BGM。これ僕の曲です。誰？これ金田一じゃないよ。誰か入ってきた。ケーキが入ってきた。ありがとうございます。火がついてる。火がついてる。ありがとうございます。さあということですね。スタッフさんがケーキを持ってスタジオに入ってきたということで。ありがとうございます。先週もお知らせしたようにですね、今週は12月26日にゆうくんが36歳の誕生日を迎えたのを記念して、うん、誕生日スペシャルでございます。ありがとうございます。じゃあゆうくん写真撮ってもらって。はい。一つの日がちっちゃい。本当だ。一つの日ちっちゃいけど、前ついてるからいっか。ありがとうございます。6の方がちっちゃいぞ。大丈夫？その日で。この日でまあしょうがない。開けた。こんなに溶けてるろうそくある？そう、36のあの上の棒が消えちゃって30歳になってる。お、若返っちゃったね。若返っちゃった。あ、30も消えちゃったよ。ちょっとどんなろうそくさこれ。もういやでもありがとう。消えちゃいましたね。嬉しいです。じゃあこれ消したってことでいいのかな僕。はいじゃあ。ふう。はい。おめでとう。ありがとう。ありがとうございます。あ、わ、タルトケーキだ。さあ。いちごがたくさん乗ってる。そしてこちらもご用意しております。何ですか？シャンペンです。うわ、え、シャンペン、気分を盛り上げてもらうためにですね、うん、スタジニアに、ノンアルコールシャンペンも入ってましたよね。 ありがとうございます。ノンアルコール気遣っていただいて。これ開けるのはもうこっちが開けた方がいいのかな。あ、大倉さんが開けてくださるんですか？自身で開けさせるわけにいかないよね。うわ、すいません。あー、おー、いい匂い。なにこれ、桃？なにこれ、うわ、なんやろこれ。伝えてみんなどんな匂いなの。なんか匂いする。わー、ついてくれてます大倉さん、ありがとうございます。よし、じゃあこれもいただいてね。匂、うん、い嗅いでます。あ、本当だ、桃っぽい感じ。あー、なるほど。 甘そうな。そうとりますか。違うかな、間違ってるかな俺。じゃあ、はい、おめでとう。乾杯。ありがとうございます。いただきます。うん、うん、確かに言っちゃいそう。うん、ノンアルだけどシャンパンの感じがありますね。確かに。ああ、でもこれすごい美味しいね。うん、美味しいです。すごい、ちゃんとシャルドネって、すごい、本当ちゃんとしてる。これね、日本放送の皆さんから僕にプレゼントってこと。ありがとうございます。これもね、全部飲んでもらって、うん、いただきます。うん、全然いただきます。いただきます。あ、終わるまでで大丈夫なんで。いやいやいや、なんで急がすんですか。ゆっくりお待ちくださいよ。3歳やからね。辛いから。最悪。うん、今年もですね、はい、僕からプレゼントを用意したんですが、今年のプレゼントはこちらでございます。
何ですか、そんな。ありがとう。ごめん。ちょっと。え？ちょっと荷物になっちゃうんですけどね。え？何ですか？これ。ありがとうございます。え？こちらです。ありがとうございます。すごい大きい。何だろう。あ！あ！これ！もしかして！あー！うわー！やばい！これはすごい！関ジャニ∞の！これ、縫い。縫い。縫いが全員分で、しかも、全員分の、もしかしてこれ、サインが書いてある。サインを。うわー、もらってきました。うわ、やばこれ、一番最初に僕が見たの、これは、丸山さんですね。あ、丸ちゃんだ。丸ちゃんだ。またどこかでって書いてある。そう、うん、来てくれた二人ね。あ、ほんとだ。ラジオ。ありがとうございます。そして、わ、大倉さんだ。サイン書いてある。すごい。しかも、この間見たやつより大きい。これが、あれか。あ、そう、販売されたやつ、ね。販売されたやつだ。はい。うわー。ちっちゃいのはちょっと今ですね。サンプルでして。ハッピーバースデートゥーユーって、これは村上くんだ。はい。うわー、かわいいし、サイン書いてあるの、すごいですね、これは。これは箱に入ってるんですけども、うん、箱から出せない仕様になってしまいました。そうだね。これ箱にサイン書いてくれてるからね。すいません、なんか荷物になっちゃうんですけど。うわー、横山さんから、ゆうくんへ、ゆうくんよりって書いてある。そうなんです、横山ゆうっていう名前なんで。そうだ、同じゆうだから。うん。やっぱ、これはすごい。本名、君たかって言うんだけどね。いやいや、まあ、ゆうでいいじゃないですか、そこはもう、今日ばっかりは。芸名なんですけど。いやいやいや、ありがとうございます。はい、これすごいですね。欲しいって僕言ったから、ごめんなさい。いや、全然、もう、これぐらい、たやすいご用で。だってこれもう手に入んないんでしょ、なかなか。これもう売ってないですね。売ってないんでしょ。そう、ライブ中だけだったんで、うん、でやっぱり皆さんに、僕もそういやメンバーのサインもらったことないなと思いながら、うん、うわー、お願いしてくれたんだ、みんなに。ちょっとお願いしました。いやー、ありがとうございます。関ジャニ∞からのプレゼントということで。これはすごすぎて、ちょっと。いや、もう。立ってます、僕今。いやいや、もう全然。立ってますってのは、立ち上がっています。何起立しています。事件ばっかり。いやいや、事件ばっかり。いやいや、ありがとうございます、これは。いや、全然、もしよろしければ、お部屋に飾っていただければ。いや、飾りますわ。部屋の一番高くてよく見えるところに飾りますわ。わあ、高くて。ありがとうございます。おめでとうございます。いやー、ちょっと今日は今、僕の横に飾ろう。はい。ありがとうございます。さあ、そしてですね。すごい、これ。これ、かわいいですよ、部屋並べてたら。箱大事にしなきゃ、箱も。結構、なんかね、潰れやすい素材なんで。ね、いやー、箱、でもさ、箱にサインが書いてあるからさ、そうなの。死守しないと、これ。ありがとうございます、本当に。いろんな楽しみ仕方をしていただければ。すげーな、これは。さあ、そしてですね。こんな。番組からもプレゼントがあるんですが、今年のプレゼントは、こちらです。I love you, okay. はい。あ、ありがとうございます。すいません。この世界に。さあ、番組からのプレゼントはですね。すごいの、すごい。この前、僕が、どれから出そうかな。矢沢永吉さんのライブに行った時の話をした時、ゆうくんも行きたがってたので、せめて矢沢さんのスピリッツだけでもゆうくんに触れてもらうために、矢沢さんの本3冊セット、まずありますね。ありますね。さらにおまけとして、俺っていう本と、はい。成り上がりと、Are You Happy と3冊あります。ということですね、プラスおまけとしてパーティーグッズの矢沢なりきりセットです。ロックンローラージャケットって書いてます。着た方がいいですか、タオルとね。はい、いや、もし よろしければ着ていただいて。いいですか、これ着て。はい、いやー、もう憧れるから、ロックンローラー。やっぱり同じロックンローラーとして、同じロックンローラー。ロックンローラー慣れてるか分かんないけど、ロックにもね、ロックにもいろんな種類がありますけど、種類があるから、やっぱりロックンローラー、日本のロックンローラーのね、神様みたいな人ですから。なりきりセットがあるんですね。これ T シャツの上から着るんでいいのか。あ、しかもボタンかと思ったらマジックテープだ。この感じで、これ T シャツの上からでいいのか。そんな金ないんだ。でもなりきりセットって言ってるのって言うと、やっぱりパーティーグッズになっちゃうんですよね、これ。これは。これでいいのかな、シェフ。今んとこまだ。あれ、それタオルを首から、ちょっと巻いてくれ、もらって。で、帽子、白い帽子もあればね。
よりこういう感じ、より矢沢さんなんですけど、あ、でもロックって書いてる。あ、でもやっぱり矢沢さんなりますね。なりました。はい、高橋から矢沢になりました。これで、うん、矢沢優。矢沢優ってなんかいそうですね。セクシー女優にいそう。いや、かっこいい、かっこいい、かっこいいですか。ということで、はい、うん、あ、もう写真と撮ってます。あ、それは僕に送ってもらっていいですか。じゃあゆうくん、もしそれ よかったらね、はい、あの、なんかにアップしていただいて、あ、じゃあ後でツイッターにこれアップしますけど、矢沢優です。矢沢優です。ポーズ決めようかな。じゃあどんなポーズがいいか。あ、そうですね、なんかさっき これなんかポーズ書いてなかったっけ。マイク持ってたな。マイク持ってこういう感じ。このあ、そうですね、ロックローラージャケット。あ、いいですねそれ。マイクどうしようかな。マイク、そのマイク、あ、シャンパン。お、ロックですね。どう、シャンパン持って、シャンパンをマイクかのように。いいっすね。両サイドから撮られてますよ。いい感じ。大丈夫、ラジオに伝わるかな。後で待っててあげますか。この様子は後でゆうくんが何かにアップしてもらえるそうなので、皆さんお楽しみ。いや、なんかロックの気持ちに戻ってきましたけど、ね、ありがとうございます。なんかいやいや、もうこれはおめでたいので、嬉しいなぁ。そんなもう今日じゃあこれでもう僕この学校でいようかな。そうですね。せっかくということで、この流れなのでね、はい、せっかくなのでここで一曲、ロックな曲を。ロックな曲、はい。僕の曲でいいんですか。はい、高橋アスファルトの前ですかね。オールナイトニッポンサタデースペシャル、大倉くんと高橋くん。さあ、矢沢さんの写真集を、はい、ちょっと開けられてますね。この間のライブもご覧になられて、大倉さんも見たいんじゃないかな。見たいです。一緒に 見ようと思って、せっかくいただいたし。見たいね。俺何歳の時の。うわ、かっこいいわ、やっぱり。あ、名言とともに、うわ、どこでライブだろうこれ。ドームですね、ですかね。かっこいいな、やっぱ渋いな。ゆうくんと今同じですよ。同じ格好されてますよ。確かに白いジャケットだ。俺も今白だったから。うわ、うん、かっこいいな。これいつ頃の写真集なんですか。結構前のやつなんですか、これね。これあ、今年出たやつなんですって。あ、今年出たんだ、うん。あ、でも年代ごとにこう、あ、すごい、写真が多分変わってる。あ、若い時の写真もすごい入ってるんですね。自分の音楽をやりたいようにやる、それが素晴らしければきっと分かってもらえるはずだ。いやー、励みになるわ。そうやって言ってもらえると。本当っすね。ねえ、だから俺はロックをやるのさ。やっぱあれですね、なんかまだお若くてあどけない感じが残ってますね。僕らより若いんじゃないですか、もしかして。こう、もしかしたらそうかも。そういう時代のやつも、キャロルの時代のやつから。めちゃめちゃ男前やな。本当だ。お倉さんごめんなられますよ。いいんですか。いや、だってこれ、まあ、僕いただいちゃったやつだから。いや僕は後でゆっくりいくらでも見れますもん。僕読ませていただきますが、そんなゆうくんにですね、うん、プレゼントだけでなくお祝いのメッセージも届いております。あれ、メッセージをくれたのはこの方でございます、うん、もしかして大倉くん、ゆうくん、お久しぶりです。今年の夏、番組にお邪魔させてもらった東京スカパラダイスオーケストラの谷中敦史です。谷中さん、大倉くんとゆうくんはあの後もね、いろいろ関わらせてもらってですね、ゆうくんの秋田キャラバンミュージックフェスティバルにもスカパラ出させてもらって、そこでゆうくんにスカパラの曲メモリーバンドも歌ってもらったりしましたけど、大倉くんにはカンジャムでね、はい、一緒に歌ってもらって、やっぱりメモリーバンドを歌ってもらったりとかしましたけど、ありがとうございます。ゆうくんもね、他の番組でも一緒に曲をねやってもらって、あの太陽と心臓っていう、はい、離れ組の長住くんが歌ってくれたスカパラの曲を歌ってもらったりしたんですけど、そういうのもね本当に楽しかったりしたんで、なんかそうやってやっぱ音楽で関わっていくっていう機会を増やしていけたらいいなとか思ってます、うん、はい、そんなゆうくんはですね、あの26日36歳の誕生日を迎えたということ、はい、はい、俺はね12月25日なんで1日違いなんですよね。おめでとうございます、はい、ゆうくんは26日ってことはクリスマスでもないのか。そうか、俺はクリスマスだからな。何の話だよ。ゆうくんに比べて僕の方はちょっと年上なんで、まあ
小先輩な谷中ですけれども、はい、ここじゃない、36歳ってことはね、俺はねちょうど34、5歳の頃にようやく歌詞を書き始めて、そこからいろんな歌詞を書くようになったりとかしたんで、もうそこから再スタートみたいな感じだったんですかね。だいたい自分ね、自分がバリトンサックスを吹き始めたのが21歳とか22歳ぐらいなんで、かなり遅咲きな方なんですけど、人生ね後半に行ってもいろいろチャレンジしていくとそれなりに花開くのかなって個人的には思ってるんで、ゆうくんはもうすでに大きく花開いてますけど、さらに大きな花を咲かせていってほしいなって思いますよ。いやなんか相談あったらいつでも乗るんで、割とゆうくんは人から相談受ける方の立場の方が好きかもしれないけど、たまには、俺にもなんか相談泣き言も聞いてみたいね、いろいろね、そういうのもなんか言ってもらえたら嬉しいと思います。40代も50代も楽しんでいけるようにバックアップしたいと思うんで、積極的に甘えてほしいと思います。大倉くんもね近いね、ありがとうございます。というわけでですね、ここで一つお知らせをねさせてもらいたいんですけれども、我々東京スカパラダイスオーケストラがデビュー30周年を記念して、このお正月にオールナイトニッポンをやらせてもらうことになりました。はい、9人のメンバーからパーソナリティを務めるのは茂木欽一、川上剛、そして私谷中敦の3人です。2時間でスカパラの30年の歴史を振り返っていくので、まだスカパラをそんな知らない人もねぜひ聞いてみてもらいたいと思います。放送はもうお正月もお正月、はい、1月2日の深夜1時からです。それではまた大倉くん、ゆうくんに会えるの楽しみにしてます。東京スカパラダイスオーケストラの谷中敦史でした。いやありがとうございます。谷中さんありがとうございました。これはしみるわ。しみるね、勇気づけられますね。勇気づけられる。いや本当泣き言とか言われたら本当に甘えて泣いちゃうよ、うん、普通にそんなこんなかっこいい先輩に言われたらね、しみますね。しみますわ、うん、メールしよう後で、嬉しいなということですね。はい、まあ、もっと染みていただければということで、はい、ここでスカパラの皆さんのこの曲をこの前関ジャムでもセッションさせていただきました、はい、東京スカパラダイスオーケストラでメモリーバンド、オールナイトニッポンサタデースペシャル、大倉くんと高橋くん。さあどうですか大倉さん。これすごいよ、めちゃめちゃ読み応えあるじゃないですか。結構読まれました。まだ文章とかは読んでないですけど、あでもかっこいいね。矢沢語録もたくさん載ってる。あ入ってそうだったね。まだ俺も見てない。かっこいいね。僕も本当に読もうと思ってたから、この成り上がりもこの年末読みますわ僕。おお、年末年始でいいっすね。はい、ゆっくりともう一度リセット期間に成り上がり、どうしよう、それ全部読んだゆうくんが次白ジャケ上下でステージ出てきたこれでね衣装来ないとけってタオルファンの人がタオル TU ってあ違うか Y 高橋か Y 高橋ちょうど Y やんそうかいいですね。いやありがとうございました。いやいや、こんな誕生日やってもらっておめでとうございますですよ。本当に本当にねえ、なんか嬉しいです。っていうか、シャンパンが進んじゃって、僕ちょっと飲み、もう半分以上飲んじゃいます。すごいじゃないですか。これ炭酸ワインジュースですよ。そうなんですよ。でもちょっとシャンパンっぽい感じしますよね。そう、なんか口の中に、うん、そのただのジュースではない何かほんのりそのお酒に似たものがあるだけで、はいはい、残りますね。禁酒中の私にとってはですね、非常に美味しいです。うん、おー、いいっすね。心なしか体がほてってきています。あれ、これは、あれですか、ツアー中は飲まないってことですか。この年末年始も。年末年始も飲まないと思います。え、うん、そのこの間は休憩しないですか。なんか例えば親戚の人たちとかで、ね、はいはいはい、どうしても継がれてしまうお酒があったら、はいはいはい、少しはちびちび、まあ、飲む感じにはしようとは思うんですけど、はいはいはい、そこでこう全部断っても飲んでないです飲んでないですやりすぎると、なんか変な誤解が生まれる時もあるんで、うん、だからまあそういう時は ありがとうございますって感じでやりますけど、はいはいはい、基本は自分からはこうぐいぐいは飲まないですね。すごいね。だから美味しいですこれが。進んじゃってますよ僕一人。これもダースで差し上げたらいいな。あ、いやいやいや。チャポンチャポンになっちゃうのお腹が。あるとね、ある分飲んじゃうから。そうね。本当に美味しいですわ。いや良かったですよ。いや幸せです。このこれどこに飾ろうかな、この縫いたち。ねえ。本当に大事にしなきゃこれ。大事にしてあげてください。
いやー、僕の周りのなんか、僕の周りっていうか全国にいるエイターの皆さんにも、はい、まあ持ってるんで、みんな持ってるかもしれないけど、本当になんかありが、なんか申し訳ないで、ありがとうって感じです。いやいや、もうこちらこそですよ。いやー、お守りにしますわ。お守りっていうか、なんか毎日これに手合わせようかな、俺。何もご利益ないと思いますけど、ね。いやいや、そんなことないでしょう。いやいや、ない、ね。人の文字が入ってるんですよ、だって。ね、よく見たらなんかちゃんとあの丸山くんとかこの前はありがとねって書いてくれてたりとか。そうなんですよ。ね、あの安田くんはやっぱりね、あのおめって書いてあります。この世界観がちゃんと出てるんですね、一人一人に。出てますね。ね、ゆうくんへ、ゆうくんよりという言葉が、うん、小山さんから来てる。ハッピーバースデー to you の you を僕の you にしてくれてるのが村上くんですもん。みんなやっぱりそれぞれ全部アルファベットでハッピーバースデーって書いてくれてるのが大倉くんです。いやー、なんか俺も欲しくなってきたな、これ。なんか書き足します。いや、全然いいですけど、いや、なんかこのセット欲しいなと思って。あ、これね。いやー、本当になんか箱から出すのはもったいないけど、これだけなんか愛おしく感じてくると一緒に抱いて寝るとか分かった。これ今夜は誰にしようかしらみたいな。旗も抜けますし。あ、そうなんだ。で、服も脱がせられる。服も脱がせられるんで、もう全部裸で抱いてあげてください。よかったら。今日はじゃあ、まるちゃんにしよう、みたいな。おいでーって言って。ね、ええ。ということで、これ、ここで、あ、メールが。メール。大阪府、ひなのさんがですね。はい、ひなのさん。先ほど、矢沢優くんの写真見ましたと。あ、あれ？なんかに上がったの？もう、ロックンロール感はありますが。あ、番組のツイッターであげたんだ。あ、俺に送ってくれるかと思ったら番組であげたんだね。あ、本当だ。ロックンロール感ありますが、なんか優くんが酔っ払ってるだけにも見えてしまいました。死ぬほど面白いですって。酔っ払ってはいないですよ。お酒入ってないんだもん。ノンアルコールでしてるからね。うん、ノンアルコールだから。うん。で、酔っ払ってないです。あの、パーティーグッズだから酔っ払ってるわ。いや、グラスを持ってるから、グラスを持ってる写真だから。パーティーグッズでそれ持ってたらもう酔っ払ってるわ、それは。しかもなんか足元にちょっとギター映ってて、なんかもう、パーティー感丸出しだった。撮ってないですよ。営業に見えるな。営業しに芸人、ね。ここで一曲歌います。芸人さんの営業みたいになって。いいっすね。いやいや。僕はもうただただ嬉しいですよ。台本がないからね。オールナイトニッポン今祝われモードになっちゃってますよ。高橋君、まだ続きますよ。まだ続くんだ。はい。ゆうさん、大倉君、お久しぶりです。ま、福島県としき21歳大学2年生です。おー、としき。ゆうさん、お誕生日おめでとうございます。ありがとう。ここ最近の僕はバイトと勉強に明け暮れる毎日です。以前報告したコーヒーショップでのアルバイト中に連絡先を渡してきてくれた女性とも完全に連絡が途絶え、クリスマスもクリボッチ、未だに彼女はできていません。マジか。女性との連絡は途絶えましたが、ユウさんへの愛情は途絶えていません。では最後におめでとうの気持ちを込めて一曲歌わせていただきます。もうやっぱ愛情深いね。目に見えなくてもそこにあるもの、心の人差し指が刺す場所。オールナイトニッポンサタデースペシャル、大倉くんと高橋くん。いや、さすが。トシキは愛情に溢れているね。勉強熱心。リリースしてないんだもん。リリースしてない曲でモノマネしようつんだもん。素晴らしい。いや、うん。愛に溢れてる。愛に溢れてるね。だって、トシキも21歳って言ってた。21歳だけど、声が若いね、トシキはね。若いね。少年のまんま大人になってる感じ。最初は高校生でしたからね。高校生だったよね。で、なんか、ちょいちょいライブで見かけるんですよ、僕の。あ、そうなんや。ええ。で、来てくれてんだね。あのね、なんか、普通にイケメンだと思ってて、僕、トシキのことを。本当に彼女いないのかなって。俺いるんじゃないかなと思う時あるんだよな。ちょっと寄せてきてる？ん？寄せてきてる？あ、僕らの方にね。そう、ぼっち感に寄せてきてる感がある気がする。なるほどな。うん、なんなんだろう。本当に、まあ、真面目な子なのかもしれないけど。ビジネスぼっちね。ビジネスでもないはずなんだけどね。それで金もらってないでしょ、あのキャラで。そうね。でも髪型とかも、おしゃれにしてるんですよ。うん、あ、そうなんや。最初なんか福島だったかな。で、うん、たまたまその高校生の時の都市にも偶然というか、駅で会った時は、うん、まだやっぱちょっとこう少年の感じっていうか、うん、残ってる感じが。残ってる感じだったんだけど、うん、髪パーマとかかけてたし、へぇ。そう。で、なんか普通にがっしりしてるというか、
なんていう、あんまりがっしりしすぎず、はい、その太ってもいないから、シュッとしてて、青年になってんすね。そうそうそう、好青年。好青年なのに、コーヒーショップの彼女とうまくいかず、うん。うまくいかずって言ってるけど、ね、あれじゃない性格になるんじゃないあ、まあ、あるのかな、あれある。だってこんな全国放送であんなモノマネすんだもん、ね。やっぱ度胸はあるからね。度胸あるから。ちょっと変わってるとこあんのかもね。変わってんじゃない、深く接したらあれってなるとこあんのかな、もしかして、うん、あの、1時間半電話で喋ったらあれあれあれって言うといいのがボロボロ出てくるこんなに協力してくれてんのに俺ら何か見口言ってるんですよ、なんでこの組織のことを悪く何割とか言ってまだ21歳ですからね、まあ、まだまだ全然ね、男の子はね、うん、あれいくらでも、あれ電話まさか鈴木が、あら、もしもし、こんばんは、お、こんばんは、男の名前年齢どうぞ、お久しぶりです、ヨーグルトのルキアです。ああ今度はルキアだはい、お久しぶり、お久しぶりの感じあんましないね、芸人みたいなヨーグルトのルキアそうなんや、あの、うん、初めに高橋さんのお誕生日おめでとうございます。ああどうもありがとうございます。ちょっと、はい、ルキアなんかもう当たり前みたいになっちゃってるけど、一応説明していい、ルキア君の存在のことそうね、今日初めて聞いてる人もいると思うからさ、はいはい、毎日ヨーグルトを買いに行ってるコンビニの店員さんをいいなと思ってで、うん、共通の友達づてに連絡先をゲットしたルキア君だよね。はい。はい。で、ただ最初にどんな内容をその好きになった子に送ったらいいか分かんないから、どうしようかっつって、今月初めに電話で登場してくれたんだよね。はい。で、僕らがアドバイスして、メッセージのやり取りを始めて、うん、流れでクリスマスにイルミネーションを見に行く約束までして、って言ってたの？取り付けたんだけど、彼女が彼氏とも取れるような、はい、人と話してるのを目撃してしまったと。はい。はい。どうしたらいいか悩んでるところを大倉さんが、ルキアは欲張りだと一括したという。そんな言い方してるんですよね。そういうようなね、ことをね。で、一緒にイルミネーション行けるだけで喜んでたんだから、その気持ちを忘れず楽しめばいいというアドバイスを、まあ僕らはしたんだけれども。はいはいはい。その後の、あれ、報告をしてくれるっていうこと？今日はクリスマスどうだったかってことは、はい、はい、ちょっと進展があったんで。進展あったか、進んでるやん、何聞かせてよ進んでもうてるやん、期待してるよ、ルキア。はい。何、俺はちょっともうシャンパンが進むよ。なんで進むのよ、よくわからない感じだね。どうぞ、ルキア君。どうなの？行きますね。うん。あの、前日のクリスマスの日に、まあ、例の女の子と約束していた、うん、まあ、イルミネーションを見に行ってきました。はい、で、やっぱりあの、手ぶらで行くのはさすがに僕も悪いなと思って、うん、ちょっとクリスマスプレゼントを渡そうと考えまして、いいじゃん、ね、あの、あんま渡したこととかないんで、うん、あの、周りの友達とかに、あの、女の子にクリスマスプレゼントを渡すのはやっぱ何がいいのかなって聞いたんですよ、うん、何人も。うん、だからマフラーがいいっていう意見が、意外と多かったん で、うん、で僕がマフラーにしようと思いまして、うん、やっぱあの普通のマフラーじゃなくて、うん、ちょっとあのやっぱりあの手編みのマフラーを、マジ当たった、大倉さんまた先言っちゃった、あかんねこういうとこあるから、ね、ルキア手編みやったの？はい、そうやろ、おばあちゃんが手編み得意で、あ、おばあちゃん、おばあちゃんにやってもらったので、あの、教えてもらいながら、ちょっと。うわぁ、いいね、いいじゃん。ピュアですね。ピュアだね、うん。はい。で、失敗しながらも、ちょっと完成しまして。うん。で、当日、あの、集合時間よりも、その、1時間早く行って。早っ、なんで1時間早く行っちゃったの？いや、なんかもう張り切りすぎて、遅刻したら、ちょっとダメなんで。かわいいな。かわいい。で、やっぱ、あの、その、プレゼントを片手に持って、うん、で、彼女がやってきたら、あの、あ、待った？って聞かれたんで、いや、全然待ってないよって言って。そんな会話、マジであんねや。うん、それで。で、まあ、歩いて、イルミネーション見に行って、はい、で、その場所に着いて、あの、少しイルミネーションを見ながら、うん、まあ、ちょっと、綺麗だね、なんて会話をしながら、うん、で、僕がちょっと、彼女に、その、クリスマスプレゼントの、で、マフラーを渡したんですよ。うん、だから、すごく喜んでくれて、いいじゃん。で、僕はこの勢いにちょっと乗っかって、その初めて会った時から、そのずっと気になってて、今までそのずっと好きだったので、まあ付き合ってくださいと、告白をしたんです。はい、いました、もう。そしたら、その、思っ
ってた以上にその反応がなくて、でちょっと無言になってしまいまして、彼女の方が、で目線も下に行ってたんで、で僕はあもうダメだって思って、うん、終わったって思ってたら、うん、その彼女のがその涙目になりながら、うん、あの私でよければちょっとよろしくお願いしますって言ってくれて、おで OK をしてくれました。何やろね。ドラゴンみたいなことすな。今俺終わったと思ったよね。どうフォローしようか考えてたわ。ほんとだよ。僕もちょっと嬉しかったんですけど、うん、ちょっと涙目になったんで、うん、どうしてかなと思って聞いたんですよ。うん、ちょっとどうしてないっていうのって。うん、そしたら、その今の時代ってやっぱ SNS とかでやっぱ告白する人が多いじゃないですか。あー、そうなの、そんなの情報初めて聞いた。まあ、そう、俺もよく聞いた。そういった中で、うん、その自分の口で思いを伝えてくれたのがちょっと嬉しくて、感動しましたって言ってくれて、うん、感動だったんだその態度は。はい、え、じゃあさ、その約束した後に彼氏とも取れる人と話してるのを目撃したの、そうそう、あれ何だったの？はい、あ、もう一回ちょっと待ってます。あの、なんか彼氏みたいな人と歩いてて話してるのを目撃しちゃったって言ってたじゃない、言ってた言ってた、はい、あれはどうや、誰だ、誰やったの？それは聞いてないの？それを聞こうと思ったんですけど、うん、前回、大倉さんと高橋さんにメールを送らせていただいたときに、うん、その大倉さんが、うん、その知らぬが仏って言ったのをちょっと思い出して、ちょっとやめとこうかなって、知らない方がいいのかなって。まあそうかもしれない、ね。まあでも、OK してくれてるんやったら、もうその人とは関係ないってことだからね。はい。知らなくていいことよね。はい。いや、なんかその勢いで聞いちゃったのかなと思ってさ、はい、あれは何だったの、ね、僕は思ったんですけど、うん、その頭の中でその大倉さんの、知らぬが仏、知らぬが仏がバックしてきて、うん、ちょっとやめておこうと。あ、よかったよかった。懸命懸命。ね、ねね、はい。でもなんかそれを聞いちゃったでさ、ジェラシーになっちゃったりするじゃない。そうだね。はい、そうです、ね、別に何もなくてもさ、うん、あ、そんな仲いい友達いるんだって、ずっと残っちゃうもんね。残る残る。うん、はい。でもよかったね。じゃあ何も、彼女ができたってこと？はい。最高のクリスマスじゃん、あんな。最高でしたね。おいおい、やめてくれよ。まあ、ね、やめてくれよ、この曲、その流れでいくの。この曲は何？リクエストなの？先週3回くらい紹介したの。広いんや。これ、ルキア君のリクエストってことでいいの？はい、リクエストしました。あ、じゃあ曲紹介もお願いします。お願いします。はい。バックナンバーさんで、うん、クリスマスソングです。そう、1週間で4回ぐらいかけてるんです。すげえな。おめでとうね。おめでとう、はい、今までありがとうございました。いや、終わりかい。はい、あ、またなんか、うん、新停車教えて。はい、ありがとうございました。ありがとう、ありがとう。よかったね。君が好きだ、だってね、泣いて喜んでくれたっつんじゃない、いいじゃんね、うん、すごい、お互いピュアな子たちですね。ね、うん、でも、うん、そう、もう聞いてみたらさ、うん、そのまあメールとか SNS とかで告白みたいなこと、メールはあれやけど、SNS で告白するんですね。ねえ、まあ、ねえ、SNS、LINE も SNS？ あ、そういう考え方かな。そういう考え方なんじゃない、きっと。なるほどね。うん。でも、それで感動してくれるっていうと、そんなになくなってんだね、コミュニケーションっていうのが直接のね。もしかしたらその子はじゃあ、あれ、ルキアが LINE とかで告白したらダメだったのかな。でもなんか、何やったっけ、送信取り消しボタンみたいなのついたじゃないですか、うん、あれを使ってなんか気にならせる、なんかあれテクニックがあるって言ってましたよね、若い子で。何それ、何の、なんか好きやねんけどって一回入れて、うん、取り消して何だったのみたいな。はぁ、あ、やってんのそんなこと。いや、俺はなんかニュースかなんかで見たような気がするけど。あ、高速だわ。そんなの。いろんなテクニックがあるじゃない、そういうのもさ、それでだって恋が成就してたらいいじゃないですか。え、それ気にならせて。うん、で、なんて送ったのって言われて。うん、もう一回言わせる気とか言うわけ。そうでしょ。一回で片付けようって、そんなのなんで。送信取り消しなんてさ。もうベロベロやん。これもう、シャンパン、飲み干してるやん。一本開けちゃいましたよ、僕は。もう、ルキアのいい話をつまみに。シャンプー、魚に。その瓶のものを全部飲んで、その喋り方してたらベロベロやん。
それはもうロックンロールだわ。パーティーグッズで。パーティーグッズのロックンロールのタオルブラシ。何言ってんだとか言ってたらもう。それはもうベロベロやわ。なんてね、うん、男らしく行こうよ。やっぱり、直接言いたいタイプですか？僕は直接言いたいですね。うん。大倉さんは？僕は、まあ。いや、送信取り消しとかしないでしょ。いや、しないよ、そんなの。TPO、TPO。TPO?TPO? TPO ってやる可能性もあるってこと？いや、さ、いや、告白とかってさ、うん、恥ずかしいよね。いや、恥ずかしいよ、そりゃ。一世一代ですよ。すげえな、告白ってどうすんのやろ。付き合えへんの。おい。なにいいね、なんか恋愛ドラマ見たくなってきた。来週に繋がるね。繋がるね。ちゃんと繋がりますわ。繋がる繋がる。そうや。さっきまでそういう話したもん。あドラマリクエストじゃんけんやもんね。そうそうそう。割とね。いや、そうね。ロマンチックな曲もあるからね、ドラマの曲はね。うん、だってもう、ほぼほぼ、俺らの、見てたね、年代のドラマって、ほぼほぼじゃないけど、ラブストーリーが多かったからさ。多かったからね。うん。だから来週も同じような話してるな。ちょっとね、ちょいちょい重複してますけどね。おい。もうそんな話ばっかりやめろよって言われてる気になるのね。毎回言うけど。あかんのこの話、安くん。いやいや。ここで、関ジャニ∞で、ともよ。オールナイトニッポンサタデースペシャル、大倉くんと高橋くん、東京有楽町日本放送キーステーションに全国34局ネットでお送りしました。さあ今週も生放送でお送りしてきた大倉くんと高橋くん、はいはい、2019年最後の放送でしたね。はい、最後に僕たちからのお知らせでございます。はい、まず関ジャニ∞から、はい、来年も引き続き47都道府県ツアーアップデートで全国を回ります。はい、次回は、2020年1月11日ですね、に愛媛県西予市宇和文化会館、12日に高知県須崎市立市民文化会館に伺います。来られる方はお楽しみにということで以上でございます。はい、そして高橋優から、まあ、無事に36歳になりましたというご報告をさせていただきありがとうございます。で、来年もフリースタイルストロークというツアーをやらせていただいている真っ最中でございます。はい、一番最初は1月の10日金曜日岡山県倉敷市民会館で、1月12日日曜日兵庫県、神戸国際会館国際ホール、1月13日滋賀県琵琶湖ホール、1月16日北海道金本ホールと続いていきます。ぜひツアーでお会いしましょう。チケットは一般発売中です。はい、詳しくは高橋優オフィシャルホームページをご覧ください。お互い頑張りましょう。頑張りましょう。来年もね。来年も同じ時期から仕事ですけど。そうですね。ね。まあちょっと来週はね録音ですけれども。そうですね。はい、まあそのまあでも今週のこのテンションとそんなに変わらずに。変わらないですね。まあでもやっぱ最終的にお祝いしていただいたんで、僕はすごくテンションがマックスになりました。あ、いやいやいや、あとシャンパンのちょっと相まってね、全部飲んじゃってシャンパン飲みました。もうアルコール入ってるみたいになってるもん。その言い方だとノンアルコールで信じられなくなってきたから。0%どんどんテンション上がっていっててんけど。いや本当ね、この風味だけでだいぶやっぱなんか飲んだ気になれるね。すごい。でもね、人間そんなもんらしいですね。ね。うん、思い込むと。プラシーボ効果って言うんですか。信じる力強いですから。いい気持ちになりました。ね、またこの、衣装も相まってね。そうね。白いジャケットと赤いタオルと、うん、いい、ロックンロールという。ロックって書いて、シャンパンの瓶持ってる飲んでたら全員飲んでると思われると思いますけど。そうですね。関ジャニのメンバー全員に見てもらいながらね。そうですね。見守られながら、縫いに見守れながら。家にもちょっと置いてあげてください、ね。いやもうこれはもっと大事にします。日常を身を持ってくれると思うんで。いやこれはね本当に大切にします。うん、はい、ということでね、俺ら2人にとって最後のあれですけど、放送になりますけれども。あ、そっか、まあ、そうですね。まあ来年からもね楽しい放送を心がけて。そうですね、まあ、一発目がねとことん落ち着いてやってますけど。そうですそうです。うん、だ名曲いっぱいかかります。あ、そうですね。特に我々同世代の人たちはもうたまらないんじゃないですか。たまらないですね。かかる曲あーってなりますよ。うん、あとそのドラマが完全に見たくなるですね。なりますね。大倉さんのプレゼンがもうさえ渡っております。いやいや、それはもう僕も見ちゃいたくなったもんね。言いながら、はい、いやいやいや、もう僕はもうね今日からもうチェックします。全部が全部配信されてるわけじゃないからね、昔のドラマってね。そうなのよ。ちょっと借りてきたりして見る可能性があるぐらい、うん、ドラマ見ます。そうですね。はい、そんな気持ちになるであろう、1月の4日でしたっけ、うん、
来週4日ですね。録音でお送りしますから。いやー、濃い一日だったな、今日。いやー、今日は9時から喋り通しましたね。いや、結局、最終的に落ち着いていこうってなったけど、やっぱおめでたいことですからね。誕生日パーティー。パーティーじゃないですけど、お祝いって。はい。やっぱ、落ち着いてやってたら、それはそれに違和感ね。まあ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 、そう。いや、落ち着いてはいられなかったです、僕は。いられなかった。このぬいぐるみ、この5体を見せられて、うん。おとは言わないですよね。ああ、ローテンションでありがとうとは言わないし。いやいや、本当に宮中さんもメッセージくれましたし。いやあれは染みたね、うん、泣きたくなったね。いやもう僕まで嬉しかったですよ本当ねえ、うん、なんかどこまでもかっこいいなと思ってねえ、あんな大人になれるように来年からもね。そうですね、僕ら自身もね、いつまでもの子供ではいられない年齢ですから。本当ですよ36ですもん、ね、うん、告白するしないでキャッキャしてる場合じゃないですか。いやね、いつまでたってもああいう話ってやっぱいいですね。いいですね、うん、すごいいいし、心のどっかでうまくいったんかいってちょっとこう悪い自分いませんでした。まあでもルキアはね、これから大変だろうからお互いに頑張っていきましょう。今年もありがとうございました。ありがとうございました。よろしく、良いお年を。